ヤーヌシオストロージクイー、ヤヌシオストログスキは、ポーランドリトアニア共和国の貴族、ルーシ系の公家及び大臣、オストロージクイー家当主、オストロフの初代オルディナと、共和国の政教と貴族の指導者であったコンスタンティー、バシーリオストログスキ公の長男として生まれた。1558年から、ボルインに県知事を、1593年から、クラクフ城代を務め、 ブードズイミエルスク、ビャオォツェルキエフ、チェルカスイ、カニョフスク、ボフスワフスク、ペレヤワフスクの代官を務めた。ヤヌシュは、先祖伝来の聖教を捨てて、ローマカトリックに改修し、復帰財産として手に入れた領地の一部をホスピタル騎士団に寄進した。また、イエズス会の講演者として1612年に、イエズス会をウクライナのボルイーニ地方に呼び寄せた。 ウクライナの未援事実をストログスキ氏に、教会やフランシスコ会の修道院を建てた。1593年2月2日には、同じルテニア人の共和国マグナートであるアレクサンデル、ビシニョビエツキと共に、クシシュトフコシンスキ率いる、コサック反乱軍を撃破する功績を挙げた。彼は3度の結婚をしたが男子がおらず、加盟及び財産は、 最初の妻との間にできた娘の子供のブワディスワフ、ドミニク・ザスワフスキに継承された。ワルシャワの邸宅である、オストログスキ宮殿は、現在、フレデリック・ショパン博物館となっている。ケンパティ・ TJ ・ロズ・オストログスキチ、トルン、ワイドニクトゥ・アダン・マーシャー・レック、2002S151。ありがとうございます。